1年間出てなかった理由としては、端的に言うとということが背景でございます。就活の時に聞かれる3年後どうなりたいですかとか、それ通りにいかないんだなっていうのを実感。確かにね。どうもしゅんです、こんにちは。どうもバラモチです、こんにちは。今回は報告系の動画なんですけども、今キャリアに悩んでる人であったりとか、将来結婚とか家庭を持ちたいっていう風に思ってる方に対しての少しでも参考になったらなと思って動画を撮っております。告知なんですけど、就活生向けにサービスで ES 添削の機能を実装してるので、 ES 添削とか相談がある方はぜひ LINE を登録いただけたらなと思ってます。バラモチ1年ぐらい動画出てなかったんですけども、背景であったりとか、なんで今動画撮ってるかみたいなところを含めて自己紹介からお願いします。はい、2020年から新代理の一貫生を始めて、2022年4月に正式に1号目社員として入社をして、今新卒2年目のバラモチです。ほとんどの方はじめまして。1年間出てなかった理由としては、端的に言うと、去年結婚をして、今年アメリカに旦那さんと移住をして、妊娠をして、筑波大学大学院を退学したということが背景でございます。そっから学んだことを今日はお聞きできたらなと思ってます。さっき言った結婚、渡米、妊娠って一応全部自分で選んでるんですけど、はい、新卒1年目の4月の段階で想像できたかっていうと、全く想像できなかったなっていうのが正直なところ、うんうん。就活してた時は3年ぐらいバリバリ働いてとか、もともと内定は別の会社からもらっていたから、うん、そこである程度鍛えてから代理に戻ってくるとかも、のんきに考えてたけど、はいはい、いや確かに2年目の段階でもうすでにこの状態だから、うんうん、多分そんな選択はできなかった。代理に戻ってくることは難しかっただろうなと思うと、うん、就活の時に聞かれる3年後どうなりたいですかとか、それ通りにいかないんだなっていうのを実感。確かにね。で、じゃあ今就活生とか若手社会人とかでスタートアップ行きたいけど迷ってるみたいな人たちに対してはどういうアドバイスをしますか？私だったら、明確に目標があって、そのために必要なことが今明確、うん、で多少嫌だけどやった方が結果的に自分の納得いく人生を送れるとかだったら別だけど、うん、そうではなく、なんとなく世間体的にこっちがいいだろうなっていうので選ぶだったら、確実に今ワクワクする選択、今の自分だからできる選択をした方がいいと思う。うん、確かにね。でも意外と後悔する確率そちらは少ない気もするけどね、ワクワクする方に踏み出すっていう点ではね、 N イコール1だけど、そうだったから本当に良かったと思う。やっぱ周りには、せっかく大学院も行ったし大学ないみたいな、大手行っとけばいいじゃんとか言われたし、ダイリーって何って感じの人の方が多かったけど、そんなのは置いといて、シュンと働いたらワクワクするだろうなとか、これだけ純粋に目標を持ってこう走ってる人と一緒に何かするってどんな感じなんだろうとか、そういう理屈では説明できないような感覚で選んだから、道を。でもそれで良かったなと思う。ダイアリーに正式な社員として誘ってくれた理由も、うん、優秀な人はたくさんいるけど、うん、バラマツみたいに行動できるというか、うん、勇気がある人は少ないっていう、うん、ありのままの本質を旬に認めてもらえて、ポテンシャルをすごい認めてくれたのがめっちゃ嬉しかった。だから就活軸にしたら、ダイアリーがなぜいいかってあんまうまく言えないかもしれない、うん、感覚的にいい方を選んだっていう感じ、うん、で後悔がなかったっていうことですね、うん、感覚的に選ばない人が多いから、いや、ね、そうだよね、うん、しかもわからないもんね。働いたことがまだ社会人になったことないとかだと、なんで自分がこの道を選んだのかって言語化しといた方がいいだろうなって思いがちだと思う。で、私のケースだと、特に出産とか結婚ってすると、自分が主語じゃなくて家族が主語になると、うん、いい意味でもたまに悪い意味でも選択しづらい。確かにね。っていうのことを思うと、まだ独身でとか、うん、結婚出産は先かなとかっていう人は、うん、本当に自分が納得できるものを選択できる限られたチャンス、うん、確かにだってすごい思いました。多分内定してた別の会社に行ってたら、自分から退職届を出してたと思うけど、ダイアリーおよびシュンは一旦聞き入れてくれそうという安心感があったから、まあ、話して実際応援してもらえたから、もっと頑張ろうって思いました。特に女性のキャリアっていう観点では意外とやっぱ時間短いんだなって、もしご出産とかされる方は本当にそうなんだなっていう会社的にも大きかったのは時差問題と、あとは妊娠してから体調ってやっぱ変動あるっていうのを実感しましたね。まず時差は次に時間あるじゃないですか。で、妊娠して生まれてからが大変だと思ったけど、生まれる前の方がむしろなんかきついんじゃないかっていうぐらい大変そうだったなっていう。びっくりした。10人産むつもりだったですけど、うん、2人でいいかなっていう。ああ、やっぱそうなんだ、ね、5分の1になっちゃったよね。どういうきつさ？朝起き上がって言葉にできないぐらい全身がだるすぎて、もう動けないみたいな、一日中。
で、それでやりながら働くってやっぱすごいね。すごいなと思う。特に出社しなければいけないお仕事の人とかは、どうやってやってるんだろうと思うぐらい。そういう時にやっぱ会社のサポートとか福利厚生とか代打が聞きやすい体制になってるとかは、今後代理が大きくなっていく上では結構重要だな。やめざるを、ね、優秀で価値観のある人がやめざるを得ない環境にならない方がいいなって。確かにね、戻ってきやすいようにしたいよね。マラマツの多くの人と違うところは、特に目標とか目的とかは別にないないよね。じゃあ今が楽しいとかワクワクするみたいなところを最重要視してるね。そう、そう、それの連続だったらいい人生になるだろうなっていう感じ。なんか一見すると変わったように見えるけど、一個一個の意思決定は割と楽しい方に忠実にやってるっていう感じするから、そういう人を僕らも増やしたいなっていうところの、自分の人生を自分で生きる人を増やしたいっていうところで、自分たち自身がね体現できないといけないなっていうふうに思ってるので、人それぞれでゴールとかやりたいこと違うとは思うんですけど、自分の物差しをね持ってやるっていうのが結局一番幸せだと思うんで、そういう人を増やせたらなと思ってます。で、バラマツ自身はこれからね変わるかもしれないですね、その幸せの尺度というか。だからそれも皆さんと共有できたらなと思ってます。じゃあなんか最後に一言。最後に最後に一言。いやいや、 MC やらんかい、そこは。確かに人によっていろんな人生があると思うんですけど、どういう選択をするにしても自分が心から納得して選べるっていうことが一番本当幸せにつながるっていうふうに思ってるので、私も常にワクワクを追求しながら生きていきますし、今動画を見てくださってる方もそういった人生を送っていただけたらなって勝手に思ってます。そういう自己実現できる人を僕らも世の中に増やしたいなと思ってます。ということでありがとうございました。のじゃあな。ここで仙台リーからお知らせです。期間限定で ES 検索サービスを無料で実施しています。 ES は検索してもらったら通過率マジで上がるんで、この機会に活用してください。夏こそ頑張ろうと思ってる就活生に向けてダイアリーからの応援キャンペーンの方です。ありがたい。この夏限定なので概要欄のリンクからぜひチェックしてみてね。